長谷さん、お久しぶりです。いや、お久しぶりですね。ブリーフ。いや、長谷さんとは、これ長谷さんと出会ったのいつだ。長谷さん、ちょっとメール履歴見ていいですか。長谷さんとのやり取りめっちゃ昔してましたもんね。長谷さんと一番最初メールやり取りしてたのが2017年1月2日ということは1年前ですね。1年前に、まあ、このメールアドレスでやり取りしてましたね。もう多分もっと昔からやってたとは思いますけど。あ、もっと昔だ、すいません、もっと昔だ。152行ある、すげえな。あ、2016年の3月8日がこのやり取りし始めた。2016年3月8日、今2018年だから2年前ですね。約2年前。いやー、長いお付き合いですね。まあ、長谷さんにどれだけ動画撮ってきたかっていう。長谷さん宛に結構だいぶ動画撮りましたよね。めちゃくちゃ僕撮って、あの、なんか、そうそう、長谷さんが、あの、吉谷さんと就職するか、まあ、か、あの、どうするか悩んでる時に、僕、あの、車でどっか移動してた時に、なんかその、こうねじれ鉢巻き巻いて、ねじれ鉢巻き巻いて、多分動画30分ぐらい撮ってて送ってたりしてましたよね。懐かしいですね。まあ、長谷さんも YouTube やってると思いますんで、今回の 3N アフリエイトは本当いいと思います。結構自分の今 YouTube チャンネルに、活かせると思いますんで、ぜひですね、活用していただきたいなと思います。はい、またまた新商品も僕また出してきますんで、買ってください。まあ、長谷さんならね、全部の僕の商品をコンプリートしていただけるんじゃないかなと。前はね、買わなくていいですよって結構言ってたんですけど、もういいでしょ、もう全部買ってください。もういいや。まあ、長谷さんはもう、なんだ、僕の教材とかセミナー映像とかいっぱい見て、多分今もうアウトプットはできるようになったと思うんで、なんかそのアウトプット用にですね、そう、アウトプット用に、まあ、買っていただいて、まあ、そんなに高い金額でね、まあ、塾以外はほとんど安く出してるんで、それ以上のコスパは出せると思うんですね、アウトプットしてすれば。だからアウトプット、なんかそのノウハウを勉強して稼ぐとかではなくて、吉谷さんの教材丸パクリしてアウトプットしようっての方が稼げると思いますんで、それ用に、まあ、今後も定期的に買っていただいて、アウトプット用にしていただければなと思います。はい、で、あと今年あの北海道行く一応予定なんで、札幌でもセミナーする予定ですので、まあ、もし、予定が合えばですね、ぜひご参加いただければなと思います。まだ一度も会ってないですよね、多分2年間ぐらいやり取りして、多分まだ一度も会ってないですよね、多分。はい、ということで、今回の 3N アフリエイト、ぜひアウトプットしてみていかがでしょうか。はい、では今回お申し込みありがとうございました。